今日はですね、非常に珍しい話の体験談を寄せてもらったので、ちょっとびっくりしております。まあ、比較的一反木綿を見たという目撃談は多いんですが、地域柄、土地柄によってですね、一反木綿と呼ばないんですね。渡り美尺という妖怪が岡山県と広島県のあたりに出たのが江戸時代から明治時代に渡り美尺という妖怪が出たことがあるんですね。で、どうもそれらしきものを目撃した人がいるんです。CHS サー君に電話がつながっております。どうもこんにちは。あ、どうもこんにちは。よろしくお願いしまおす。願いします。お願いします。前からあいささんは、はい。霊感とか結構強い方なんですか？いや、それが自分でちょっとよくわからなくて、何人かの方に、見てもらったことあるんですけど、あるという人もいればないという人もいて、自覚はないんだ。自覚はそうですね。不思議なものは何度も見てて、ちょっと普通じゃ考えられないものも見たりあるんですなよるほね。どね。いや、それで、はい。大体そういう、俺も含めてそうなんだけど、はい。そういう変なものをたまに見る人っていうのは、大体子供の頃からずっと見てるのが多いんだけど、ああ、なるほど。はい。子供時代はそういうことはなかったの？子供時代に見たのは、光の玉ですね。ピンポン玉ぐらいの。光の玉を見た。はい。で、僕は、小学校2年生ぐらいだったので、家の敷地内だったんですが、なんて言うんでしょう。お月様みたいな色あるじゃないですか。黄色っぽいような。あれが目の前にふわって飛んできまして、もう目の前を浮遊してて、あっと思ったらふって飛んでっちゃったっていうぐらいですか。なるほど。はい。ご出身はどちらですか？岩手県の県北なんですよ。岩手の仙北っていうと結構不思議なことがあるエリアですよね。そうですね。アトラスラジオさんで有名なコロロさんと地域とほぼ隣の町なんですよ。そうですよね。はい。いや、もう妖怪のなんか本拠地みたいなところですけど、ああ、そうなんですか。もう遠く、あの辺りは多いですね。ああ、知りませんでした。初めて知りました。狐とかの話が一番多くなるんですけども。あれですか？じゃあ、おいくつになるんですか？ 40 代？ 50 代？私今50歳です。50 歳ちょうど。はい。はい、ちょうど50です。はい。じゃあ僕よりちょっと一世代若い感じですね。そうですね。はい。それでじゃあ子供時代でいうとやっぱり昭和を過ごしてきたって感じですか？そうですね。まさにドリフ世代です。はい。ドリフでね、盛り上がりましはい。たけど、それで最初に見たのはその赤い黄色い玉みたいな。そうですね。はい。不思議でしたね。人の魂かなんかあったんですかね。はい。結局それもちょっと見えるっていう知り合いがいまして、その方にちょっと話をしたら、ご先祖様じゃないかってこう言っていただいて、なんはかい。子孫が心配でやってきたみたいな感じですか？そうですね。昔の旧家の時だったので、家の裏に、なんていうんでしょう、暗いゾーンがあるんですよね。で、そこでよく寝る前に、もう亡くなっちゃったんですけど、おじいちゃんが離れにいまして、で、そこの敷地の奥のとこが真っ暗で、昔外便所ってよくあったじゃないですか。昔ね、あったあった。で、そこの横で、便所の中ですればいいのに、その横で立ちをして寝る人だったんですよ、僕のおじいちゃんって。昔のじいさん、そうですね、立ちをしてましたよね、生きてね。そうですよね。それで、子供ながらにちょっと真似してみたいなとなりまして、で、その真っ暗闇の中で起こったので、じゃあじいちゃんも見てるんですか、その丸い黄色い玉を。左斜め後ろで縁側で一服してたみたいなんですけど、見てないみたいですね。じいちゃんはちょっとよそ向いてたみたいな感じなんですよか？そ向いてたみたい。それで言ったんですけど、すぐ光がいるって言ったんですけど、鼻で笑われて終わりですね。何言ってんだよって感じなんですかそうそうね。そう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 。はい。じゃあその後、明確に人の霊とか、そういうわけのわからんものって見たことありますか？
例っていうかですね、まあ、これはもう大人になってからですけど、ね、はい。もうその、まあ、僕、長距離の運転手やってるんですけど、はい。その全国、まあ、あちこち行くじゃないですか。はい。まあ、そういう時に、まあ、例えば道中で、うん、あれ、侍さんが歩いてるなと思って、うん、で、コスプレかなと思ったんですよ。まあ、そう思いますよね、僕、普通は僕らはね。ただ、そこって、長野県の山の中だったんですよ、峠道で。長野の山の中で侍が歩いてるんですか、はい、そうですね。で、しかも、まあ一応歩道はあるんですけども、本当、道路が狭いんで、基本的になので、トラックが行き交っているので、人が歩くって結構ギリギリの歩道なんですよね。あ、侍はそれどうなんですかね、侍の例なんでしょうか、それともタイムトラベルしてきた侍なんですかね。いや、僕としてはもう不思議でしかないので、なんって説明したらいいかわかんないですね。もう侍に声かけたらどうなんですか。できれば声かけたいとその時思ったんですけど、ええ、どう見てもカーブの下り、峠の下り込みだったので、ええ、あ、危ないか。で、時間が有刻だったっていうのもあったので、その長距離トラッカーはよくその裏道として使うんですね、その道を。うん、で、行き交いがすごくて、もう止めたらもう一瞬で渋滞になっちゃうんで、ああ、一応、まあ、減速状態で、左横をよく、追い越しがてら見たんですけど、完全にお侍さんだったんで、びっくりしたんですけど。でも、タイムトラベルしたんだったら、侍の方も、なんかビクビクして、驚いてますよね。僕の記憶ですと、ええ、周りに何にも気を使う様子もなく、ただ前を向いて、ひたすら歩いてるっていう感じでしたね。ああ、そうか。じゃあ、本人には江戸時代の風景が見えてるんですかね。そうです。それで、うん、まあ、これだけじゃないんですけど、その、うん、そういうものを見るときって、不思議と僕の中で、色が変わるんですよ、風景の。あ、なんて言ったらいいね、白黒になるとか。いえ、うん、2色あって、ピンク色、うん、空が赤紫になるときあるじゃないですか、自然に。はいはいはい。あんな感じの、なんて言うんでしょう、うん、なんでそれがこうかかったような感じの風景になってて、あ、時間空間が歪みが出てる時ですね、それね。そうですね。で、その時見たのは黄色だったんです、セロハンのかけたような、あ、はい、感じで世界が黄色く見えてて、うん、別のことでもまたその黄色い世界があったりするんですけど。あ、じゃあ侍はじゃあ1回だけですか。え、もう一度お願いします。あ、侍見たのは1回だけですか。あ、1回で、その日だけでした。はい。それは、実を言うと、長野県で、はい、飛脚が走ってるとこを見たっていう人と会ったことあるんですよ。あ、そうなんですね。はい。だから、同じ場所がどうかわからないんですけど、なんか飛脚がエッサホイッサ走っていった後を見たって言ってるんですね。あ、なるほどなるほど、はい。なんか空間とか時間が歪むところがあるんじゃないですかね、長野県に。ですかね。一つちょっとその当時っていうのはもう今から10年以上前の話なんですけど、うん、毎日、まあ、毎回通る道だったんですけど、うん、一つ気になってる場所があって、うん、そこの通り道に水戸浪士の墓っていうのの、ああ、墓が入り口っていうところがあるんですよ。戸籍が立ってまして。はい。で、そこ通り過ぎたあたりで、見たので、うん、まあ関係あるかどうかはまあわからないんですけど。水戸浪士っていうと安政の大獄で井伊直弼殺した人ですか。ああ、そうなんですね。はい。いや、わかんないですよ。どの水戸浪士かわからないので。あ、はい。天狗党の乱で内乱を起こして、天狗党で処罰された人なのか、結構水戸藩は過激な人が多かったですからね。自分が見た人は、どっちかというと、お侍さんって言っても、どう見てもお偉いさんではなくて、昔の商人みたいな、普通の、まあ、一般庶民でしょうね、当時で言うと。割とじゃあ、下っ端みたいな感じですか。そうですね。で、たすきみたいな、藁のやつを背中にかけてて、で、サンダル履いて、袴履いて、まあ、上は、まあ、当時で言ったら、まあ、水戸黄門の世界しか知らないのであれですけど、うん、お偉いさんが着るような服ではなかったですよね。
一応日本刀は刺してました。ああ、刺してました。はい。ああ、なるほどそれね。も見えました。後ろからですけど、で、これ、国道何号線のどのあたりですか？ですね、142号線かな、長野県の佐久から、岡谷って、長野県岡谷っていうところまで抜ける、通りがあるんですから、和田峠を抜ける峠なんですけど、あの辺りで僕結構2、3回ちょっといろんなことあったりして、長野県で結構、ありますね。結構長野県でそういう目に遭ってるんですか、他にも。そうそう、他にも侍関係なしで、例えば、上信越道で言うと、高速道路なんですけど、ちょっと大きな、軽井沢の手前に大きなサービスエリアがあるんですけど、ありますそこで、ちょっとこう休憩っていうか、昼間だったんですけど、散歩っていうかじゃないですけど、休んで芝生を歩いてたんですよ。したらいきなり背中引っ張られて、後ろに転んじゃったことがあって、尻もつくぐらい。で、それって実は3回目でして、その時点で。同じような状況で転ばされちゃうんですか？ そうです。普通に歩いてるのに、後ろの服を、背中のあたりを引っ張られる感じがあって、グイッって袖ひごそうですね。そうですね。それ一番最初は小学校5年生か6年生、地元で1回あって、で、それまたその3回目の前の2回目もどこだかちょっと今もう忘れちゃいましたけど、1回あったんですよね。3回引っ張られてました。で、で、後ろ見振りた返らると誰誰もいもない。いないんですよね。誰もいないです。妙な話だで、たな。だ、共通して言えるのが、その時もやっぱり世界が黄色なんですよ、周りが。テロハンを張ったような。じゃあ逆にね、エッサさんとしては黄色くなったら、なんか来るぞって感じはあるんですか？で、今だったら思えるんですけど、最近その YouTube とか、こう、数年でやり出して、心霊系とかこうやるようになってから意識するようにはなったんですけど、それからそういう目にあってないんですなるほどね。今だったらすぐもうカメラ回しますね。ね。いや、もう速攻で、そうですね、YouTube 跳ねる可能性があるからね。そうですね、そうですか。他にもあるんですか、そのあたりで。そうですね。あとは本当に多分これ聞いたら笑っちゃうっていうか、多分誰も絶対信じないと思うんですけど、まあ、やっぱりその背中引っ張られた時の同じ頃なんですけど、俺大体6、7年、7、8年ぐらい経つのかな、やっぱり愛知から群馬にこう向かってる時で、その帰り、群馬に向かう時は北関東道っていうところを走るんですけど、で、深夜の大体1時から2時ぐらいの間だったと思うんですけど、高速道路を走ってたら、まあ、片側2車線じゃないですか。で、まあ、トラックって思いっきりペダル踏んでも、リミッターっていうのがついてるんで、88キロぐらいが最高にしか出ないんですね。そうですね。なのでもう、基本流れが夜中でよかったんで、左側をこう走ってたんですよ。で、右側のね、追い越し車線がずっと空いてる状態だったんですね。で、北関東道の伊勢崎のインターを越えたぐらいだったんですけど、直線なんですよ、そこずっと。もう大体4、500メーターとか先に、前にもトラック何台か左側に走ってるんで、右車線のとこ何か物体があるんですよ。物体？物体みたいなのが見えたんで、で、最初、落下物かと思ったんですね、普通に。ありがちですね。落下物かなと思って、まあ、車はどんどん88キロぐらいでずっと進んでいくんですけど、で、近づいていくたびなんか人に見えてきて、えって思ってるうちに車はどんどん進んでいくじゃないですか。で、もう本当寸前になった時に分かったんですけど、北斗の拳に出てくる龍拳っていうキャラありますよね。もうあんな格好した感じの、僧侶みたいな人が錫杖をこうついて、で、片手は拝むような形で、で、もう、あぐらっていうか、座禅組んでるっていうんですかね。座ってまして、高速道路の上高に。速道路の追い越し車線です。で、たまたまその時、当時付き合ってた人がいたんですけど、電話しながらだったんですよ。で、何かいる、何かいる、何かいるって言いながら、喋ってたんですけど、したら走ってるんですけど、
まあ、右側から追い越しかけてきた車が、乗用車がいたんですね。で、このままだと引かれるって思いますよね。いか思いますね、普通。はい。で、あ、跳ねられる、跳ねられるって言って、その、ミユケみたいな人が座ってる、ちょっと僕100メーターぐらい手前で僕のことを乗用車が追い越してったんですよ、はい、車線を。要するにその人はこの世のものではなかったってことなんですかね、はい、だと思いますね。それか僕の単なる見間違いなのか。でも、どう考えてもこの時代の人じゃないような気がしますよね。あ、それは、はい、僕が見たも中ではこの時代の人では絶対ないですね。未来の人か過去の人か。はい、そうですね、はい。結構時間の乱れっていうのはあるんですね。じゃないのかなと思ってますね。最近ちょっと考えたことがありまして、その、何かそういう、こう変わったものを見るときっていうのは、必ずそのセロハンがかかったようなこう色がついてて、はい、もう直近で言ったら、そうですね、4、5年前ぐらいですかね、山口県だったんですけど、普通の道なんですけど、畑がありまして、その畑のとこに昔の戦争時代の軍服を着た、兵士じゃないんですけど、軍服を着てよく、まあ、普通の人がそういう格好されてたんですかね、あの時代って。あの時代はそうですね、国民服って言ってやってましたね。で、まあ、帽子をかぶって畑の上をこう歩いてまして、でえって思ったんですけど、その畑がちょっと段になってる畑で、向こうの地区ってよくあるんですけど、でそこ要は農作業されてる、そのおじいちゃんとかおばあちゃんじゃないですけど、その方がいらっしゃるんですけど、どう見ても昔の人なんですよね。その人たちは普通にからこっちのトラックは見えてるんですか？いや、全然気づいてる様子もなく、でその時も2人で乗ってたんですけど、隣にいる人にいや今見えるってこう見ながら言ったんですけど、はい、何もいないよって言うんですよ。あ、ただ僕にはやっぱりそのセロハンの黄色みたいな風景でなってて、そのこうそういう方たちが歩いているっていう時間があって、ですから、だからちょこちょこ東日本大震災以降は、はい、結構ね、これ時空が乱れてるっていう話が報告がすごい多いんですよ。ああ、そうなんですね、はい。昔のね、大名行列みたいなのが歩いていったとかね。あ、はいはいはい、はい。バスの中からなんかね、明治時代ぐらいの人たちを見たことがあるとかね。はいはい、時間空間がむちゃくちゃになってるんですよね、ちょっとね。ああ、やっぱりそういうのあるんですかね。あると思いますね。ああ。いや、だから、ね、こういうタイムトラベルっていうのはね、やっぱりちょっと気になりますよね。ああ、そうですね。自分の中ではもうやっぱ忘れられない、記憶に残ってるんで、まあ、人に言っても信じてもらえないっていうのがあるので、まあ、これが通用するのはアトラスラジオかなと思って、まあアトラスラジオではこういう話ありです、全然 OK ですからね。なのでちょっとお便りさせていただいて、言いました、すいません。いやでもね、送ってもらったメールを読んでちょっとびっくりしたのが、はい、まあ言ったもの、まあ広島とか岡山では渡り飛車って言うんですけどね、はい、ああ、そうなんですね、はい、渡り飛車がまだ生きていたっていうかね、まだ目撃されていたっていうのはびっくりなんですけど、ああ、今初めてその渡り飛車っていう名前を知りましたので、僕、本当詳しくないので、いや、はい、普通こういう妖怪に詳しいのは異常です、僕が異常な、はい、僕が異常なわけですから。ああ、そうなんですね、ええ、はい。で何年ぐらい前の体験でしたっけ、あれは。もうよ、広島で集中豪雨があった年なんで、確か平成26年だったんですかね、あの年って。あ、そうですね、結構大きい事故がありましたよね、はい、うん、そうですね。で当時自分は山口県の方に住んでまして、仕事の関係で、はい、ただ埼玉と大分を行き来するっていう仕事だったんですけど、
その集中豪雨があってすごい被害が西日本はすごかったじゃないですか、あの時って。あ、そうですね、走れなかったね。で、はい、で高速道路が全線西宮から下関まで全部通行止めに なってしまって、はい、で中国道で行く道もあるんですけど、中国道も一部しか通れないっていう状況だったんですよね。はい、なのでどうしてもでも仕事はしなきゃいけないので、その2号線行くしかなかったので、うん、国道2号線を関東方面に向かって走ってたんですけど、うん、だいたいそうですね、昼の多分14時頃だったと思うんですけど、真冬は、真冬、真昼の、で風もないしすごい晴れてていい天気だったんですけど、うん、広島の大竹市ってあるじゃないですか。ありますね、はい。であそこ軽い峠をちょっと越えるんですよね、本当は軽い峠なんです。あ、はい、でそこで峠入り口のところで信号待ちになったんですね、ちょっと赤になって、はい、で少し長めの信号なんでちょっと待ってたんですよ。これは1月でしたか、12月。いや、ちょっと時期はちょっとね覚えてないんですけど、寒かった、寒くないですよ。寒くない、はい、寒くないです。春か秋かな、あ、秋だったんじゃないかなと思うんですけどね、うん、はい。そしたら何が起こったんですか。そしたら信号が長いのでちょっと何気なく放って待ってたら、うん、もう左からなんかちょっとなんか僕旗かなって思ったんですけど、うん、木みたいな、うん、まあ、大きいなんか1畳分ぐらい、畳1畳分ぐらいのなんかのがひら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 こうミミズみたいに、うん、左から流れてきたんですよ、僕の目の前に。結構アップで見たんですか。もうはい、もう目の前です。1メーターもないぐらいで目の前に出て、でえっと思ったら最初コンビニ袋とかなんかの袋とかなって普通思いますよね、うん、でもなんかどう見てもちょっと旗に近い、よく体育館とか学校とかにこう、うん、国旗を上げるじゃないですか、はい、まあ、あんな感じの大きさのものがこうひら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 流れてって、あれ、うん、って思って、その、うん、なんでしょう、こう対向車線に車はいなかったんですけど、うん、目で追ってたんですね、止まってたんで、うんうん、そのまま目で追ってったらその対向車線をまたいで、その隣はもう畑だったと思うんですけど、うん、そこでこう停滞してるんですよ、数秒間ぐらい空中で止まってる感じ、止まって、はいはいはい、ホバーリングしてる感じかな、うん、ただもうひら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 してるのはそのまま動いてるんですけど、うん、停滞してる感じで、なんだあれって思って窓開けたんですよ、うん、でちょっと手出してみたら風も全然やっぱないし、うん、で風あったら絶対コンビニの袋が飛んでたりしたら普通にこうあちこち飛ぶじゃないですか、うん、飛ぶ、うん、普通は飛ぶ、ね、うん、でと思ってたらふわーって消えてっちゃったんで、うん、と思ってなんか自分に意思があるような感じ。そうですね、まあ、顔みたいなものは何も見えなかったんですけど、うん、もうどっかに飛んでったっていうのはまだ分かるんですけど、落ちたとか、うん、消えたんですって。すると、はい、上空に登っていったって感じ。いえ、もうその場でその停滞した状態で高さ 2,3 メートルぐらいのままのところでふわーって消えてなくなった感じでした、うん、はい、やつらじゃあ実体が消したり、はい、ね、なんかまた現れたり自在にできるってことなのかな。そうなんですかね、ちょっと、うん、妖怪のことはちょっと自分本当に分かんなくて、その当時不思議でしかなくて、うん、その当時いたもめんかなと思った。思ったのは2回目の見た時ですね。あ、 1回目は謎のままでした。これ一体何だろうと思ったけど、はい、なんだかよく分かんなかったって感じ。分かんないで、そのまま、まあ、その時の周りにいる知人には言ったりしたんですけど、うん、笑われて終わったんで、お前バカなこと言うなよって友達が言ったら、ね、そうですね、ましてや昼間に見てるからね。そうですね、で、うん、まあまあそっか1、2週間したかしないかぐらいでまた見てるんで、うん、もうそれは何線で見たんですか。いや、それもまた偶然なのかわからないですけど、やっぱ広島の、なんですね、うん、ただ地区が違って、1回目は大竹だったんですけど、今度は高速道路の上で、うん、もう高速山陽道全部解除になってて、うん、で西条ってありますよね、西条市、うん、西条市ある、
はい、あの辺りはあの山を切り通した状態で高速道路を通ってるんですけど、あ、はいはい、でまあ、それもやっぱり昼間に10、15時頃だったと思うんですよ、うん、晴れた日で、うん、で天気もすごい良かった、そんな風もないはずなんですけど、まあ、高速道路の本線上ってやっぱり車行き来するんで風が舞ってるじゃないですか、その走行の後の、うん、そうね、うんうん、でまあ、そのある程度直線の道をこう左側走ってたらまた左からふわーってこう来て、あ、で今度はその見た瞬間に、あ、この前見たやつだってすぐ分かったんですよ。あ、また同じやつがいるって。はい、また同じの来たと思ったんですけど、でも前回は止まってたけど今回走ってるんで、どんどんちょっと遠目で見えてるので近づいてる感じなんですよね。はいはい。でもしかしたら自分の、もしそれが例えば布だったら自分のフロントガラスにバーって来ちゃったら危ないじゃないですか。危ないね、うん、それもちょっと考慮しながら対向車線見たら、対向車からもずっと先から大型とかバンバン来てるんで、うん、下手したら事故が起こるかもしれないって一瞬よぎったんですけど、うん、その間をうまーくすり抜けてふわ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 って飛んでって、へえ、で反対側のあの下り車線の方の脇がもう、あの、うん、なんていうの、山なんですよね、うん、でそこに例えば木がいっぱい生い茂ってるの、そこにぶつかって止まったとかならわかるんですよ、うん、だからそこのぶつかるかなと思って見てたんですけど、その寸前でふわーってまた消えちゃったんで、ああ、いや、やつらは姿を現して消えたりできるんだね。いや、そうですな、単なるだから、あれな、なんでしょう、うん、布なのか何なのか分かんないですけど、うん、その時にふっと、あの昔の鬼太郎のテレビ見てたことを思い出して、あの一反木綿ってあったなと思って、ふっと思いついて、うん、ですぐ調べたんですけど、うん、ただあの、僕はまあ目悪いので、あのインターネットでこう、あのググるっていうのができないんで、あの YouTube で見たんですよ、うんうん、ただなんか沖縄かどっかでなんか空を飛んでる一旦木綿っていうのかなんか上がってて、うん、でもすごいかなり高いとこ、飛行機が飛ぶようなぐらい高いところで飛んでるのを見たんですけど、うんうん、でそれからですかね、でも一旦木綿って言っても、うん、なんかじゃあ一旦木綿が何かをするのかっていうのも知らないですし、うん、僕の中ではその不思議でしかないので、あの、うん、凛太郎先生にちょっと見解を聞けたらいいと思って。一旦木綿はね、結構凶暴な妖怪なんですよ。ああ、そうなんですか。はい。で、あれなんか北の味方みたいなイメージが水木さんのせいであるけど、あ、はい、あの人間を見つけたら人間に絡みついて体を絞っちゃうって感じかな。あ、締め付けて苦しませるってことをするんだよね。ああ、そうなんですね。で、渡り美釈の解釈は、はい、広島とか岡山に出た妖怪で、はい、あの山を歩いているとふわふわ飛んでくるんだって、はい、あ、ふわふわ飛んで、うん、そうそう、多分それに近いなと思ってるんだけど、あ、なるほど、ふわふわ飛んできて、はい、渡り美釈はバサッと水をまいてくる。で水をまいたらまだヒュッと消えちゃうという。ああ、なるほどですね。うん、まあ、水は確かなかったんですが、ふわっと横切ってってふわっと消えた感じなんですけど、簡単に言うと。でも山間部、両方とも山間部行ってなかった。山間部ですね、まあ、峠の入り口とあの、うん、高速の山の上の方なんで。ああ。はい。まあ渡り美釈の伝承に一番近いかな。ああ、そうなんですね。はい。うん、だから。うん、まあ、だから遭難、山に登ってる人とか遭難者に水を与えて逃げていく妖怪。ああ、なるほどですね。まあ、聞けてよかったです。いや、だからアメリカ人が見るとこれまた新型 UFO とかいうふうに騒ぐんだろうけどね。ああ、そうなんですね。あ、はいはいはい、うん、でも不思議だよね、それ。一旦場面というか、この渡り美釈を見た時に、はい、あの場面が黄色くなったりはしないんだ。あ